こんにちは、あつりと申します。今回は信長の野望を確信をやっていきます。シナリオは1555年5月の尾張統一でやっていきます。使う国は南部家でやっていきます。環境設定についてはナイドア上級で歴史イベントがあり、寿命と姫と台風がなしで、それ以外標準でやっていきます。で、今回 RT 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。南部家ね。南部家といえば、なんといっても南部春政。とりあえず詩人で、いつも通り浜松港に目標を合わせて軽くほっつき歩いてください。ね、呼び寄せで石川さん呼びましょう。土佐港では呼び寄せで泉山さんで、そしたら安島水軍州と協定を結んでいますので、漁港の生産高が上がってます。ですのでね、序盤は漁港を中心に牽制しましょう。北条氏康と真田幸高、 OK。 そしたら戻って、引き継ぎを行わせましょう。このままでいいや。あんたは塩釜に合わせてほつき歩いてください。下準備はしておいて、一応仮装を行います。こいつらマジ裏切る結構危険人物。まあ、3700ぐらいで塩釜港に合わせて出陣します。承知しました。承知いたしました。そしたらごめんね。そしたら方角は今回一番最初に制圧するこの芝木の降水事情に合わせて出陣します。とりあえず序盤の流れは OK です。で、我々南部家について説明していきますと、同盟仲間は今のところどことも同盟を結んでいません。長宗我部とかと同盟結んでもいいんですけど、まあ、ちょっと考え中。え、なくてもいい、正直どっちもいい。殴りましょう。北信親は矢倉を壊しながら包囲を聞きましょう。まあ楽勝ですね。これは芦名守氏大名自ら援軍に行ったが、まあ、塩釜港に貼り付けにさせましょう。ここは大丈夫。あとは真田幸高が東海国人衆にやられると思うんで、誰が出てくるかな。騎馬隊かな。弓か。弓遅いんだよな。まあいいわ。キボトに変わった進化した。文句言ったら帰ってくる。おい、何やってんの。あ、はい、敵の城殴りすぎた。しました。OK です。降水事情を制圧することができました。まあ、月またいでから投与していきましょう。 OK、 脱走兵もいなかったので、誰だ、笠井さんか。まあ、ここら辺投与しますか。行きます。人は必要になるぞ。今のところ3分ぐらいか。まあ余裕だな、ここの辺りはね。協定で秋田小人衆いける。お、もういけるか。いいね。まあ、必ず協定は結びましょう。序盤金が全然ないっすよ。なので苦しんで2人行かせよう。そしたら南部春政移動で三戸城、暇なら奉行所建設、あとは軽く加増。金がやばいマイナスになってる。君たちね、秋田小人衆と結ぶとまずいんで、こっちからでいいわ。ここでいいわ。頼むぞ。おい、そういうとこだよ。頼むって言ったじゃねえか。まあいいわまあいいわ。 OK、 仲間になりました。まあ東洋に関しては順調ですね。マイナス1800大丈夫ですか持つかな。お金結構ギリギリのところ攻めてますが、いける。頼むぞ。7日やつにかかってる。そしたら移動で、うん、そうだな、石川城で兵力を持っていきましょう。探索頼むぞ。やるね、やりおったやりおった。本日の MVP 決まったわ。やつだ。名前なんて言うんだっけあの人あんまり知らないんだけど。職人町建設しましょう。職人、職人、職人になるわ。そしたら金、位置を建設しましょう。で、出陣で
騎馬隊で5000の兵力を香水寺城に運びます。長尾正景と影虎だよな、まあ、その2人が来ると厳しいわな、最上はな。援軍出しな、早く。そしたらまあとりあえず彼だ、 MVP。 金がねえわ金もうないのか、もう金ないんかい。だいぶ苦しい情勢になってますが、元気にやってます。香水寺城に移動で、今川義元がボコボコにされました。まあこれは終わりますね。あ、ワンチャン逃げれるかも。逃げろ。ダメだダメだ。あそこでね、黒人衆とかが助けに来て逃げ切れるってことはあるんですけど、伊達が行ったか、岩出山城が開いた。ここは面積的に守りきれそう。岩槻城援護してあげた甲斐があった。金がないからな、やることがないな。探索、金山見つけよう。その前にたどり着いちゃうか。まあいいわ。どうすか、騎馬隊か。お、元気に走ってるわ。さて行こうか。ごめん、探索いいわ、無駄した。ではでは出陣します。芝さん、待って、戻そう。うちでまだ知略が高い方、出陣で67なんでね、当社費でいうとだいぶ高い。もう浜松に合わせる必要すらなくなったな。まあ、いや、もう一発やろうしつこいぐらい。浜松港に合わせて出陣します。知略高い人いないね。とりあえず岩出山にセットして、お待たせください。あとは技法受け、適当に持っていきましょう。2部隊ぐらいでいいわ。そしたら再開。うん、目標はこうでいいわ。お任せくだされ。伊達が援軍に行ってる。オッケーオッケー、適当に争わせて。進め、笠井さんここ前進。まあいいか、うん、それでいいわ。岩出山城を制圧しましょう。種宗がいるか。仮面に殴ろう。徳川家独立を果たしました、おめでとうございます。進め、行こう。矢倉がきついな、ここ。なんだ、伊達も吸収されたか。進め、ま、援軍はこれそうもないので、矢倉きついけどさっさと包囲しようか。続け、お任せを。前進、敵の城、オッケー、完全に包囲しました。まあ、大丈夫だとは思うんだけど。どう、いいね、まあまあ、岩月頑張れ、岩月頑張れよ。ぶち込もう。山形多いな、兵力。なんかやってるわ。まあ、櫓壊してからの方が絶対良かったな。だいぶ削られてしまった、よう反省。どう、よー、いい勝負してんだ、いい勝負してんだ。頼むぞ大竹、頼むぞ。北信近持つか、これ。お味方が城内に突入した。ギリギリだな。オッケー、危ない、ギリギリ。いやー、危なかったな、結構危なかった。よかったよかった。そしたら奉行所建設、まあさせましょう。あとは協定で羽黒忍者衆、協定これ結べたらでかい。暇だと思うので移動で石川城、移動で。あんたは歩兵係にさせてもしょうがないもんな。で香水寺城、そしたら、まあ、奉行所建設、まあ水田建設、あと畑適当にやってってください。OK、 まあとりあえずなんとかなった。いやあれね、よくやった岩月大竹、よくやったぞ。それでいいんだお前らは。歩兵、金がない、金が全くねえ。なんでないんだ、ハグロ。おお、あ、暇か。前進、お金がないんで再開しましょう。ちょっと やばいねなさすぎてなさすぎて笑えるわ。あ、こいつらか。
あ、もう死んでいいわ。前進。死んでいいです。前進。加速。坊主いいな。足軽こ、足軽坊主来た。今回だいぶ極まってるぞ。足軽坊主も来るか。まあ、とりあえず必要ないので香水事情に隔離。あとは暇なら、まあ、いらないもの先に破壊して足軽学者建設。香水事情では、まあ、奉行しましょう。いやこいつね、まあいや捨てていいわ。石川もやってる。ここは、まあ、奉行所建設。うん、OK。坊主もいるか。だったら攻めやすいな。壊滅しました。まあ、死んでいただいて。壊滅。うん。香水事情で、そしたら職人町建設しましょう。やってるか。足軽学者。移動で三戸城で歩兵係。ここ誰かしらの奉行係任命したいな。そしたら、まあ足軽学者かな、建設。うん、だいぶ騎馬隊が全然ねえわ。足軽隊で行くしかないか。逃げた？大丈夫か。コブ持ちなんで仲間にしましょう。兵力全然ないもんね、あそこね。だったら取るのは楽か。協定はぐる忍者種もう無理か。足軽学者を建設お願いします。うん、登用できてないの。行ってるよね。職人町うんうんうん、まあ大丈夫か。移動で石川城呼び寄せで千葉さん。コブ持ちの、貴重なコブ持ちなんでしっかりと数をしてあげて。最上家は長尾家によって滅ぼされました。まあそれはしょうがない、しょうがないね。さて行こうか。逆にさ、先にさ、ハグロ結べる？マジでお願いしたい。で、出陣で浜松港に合わせながら塩釜港に向けて進みします。取引。ミンの名刀を進めましょう。ミンは塩。ちなみにさ、契約でミンないよ。湿気はないか。塩集めるか。結構溜まってるんだよな。ダメか、頼むよ。今敵に攻められても坊主停戦できますんで、まあ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 。取引、塩まだあります？あるね。千何歩なんで、まあ、こんなもんでいっか。足りるよね。 OK。 そしたら奉行帰還で来た信近。協定羽黒無理か。東洋浪人いないか。待機でいいわ。契約で見進めましょう。まあ、ここは大丈夫だ。ミン OK。 当然ミンは OK です。式とりあえずね。奉行協定はぐろ。うん、なんだなんでだ。まあいいわ。武将は4人か。まあ、月またぐぐらいに制圧するようにしましょう。いや、だいぶ削れたな。武田さんが全然兵力ない。全然武田さんがボロボロになってるわ。いい君だ。うん、皆さん墓碑は委任でいいのでお願いします。まあ、ちょうどいいぐらいだな。OK です。塩釜を見ると制圧することができました。移動で塩釜。うん、そうだ、ここら辺戻すか。移動で塩釜港。とりあえず登用しましょう。登用で伊達種宗。こいつは絶対もらう。あとは一栗さんよりも、まあ、黒川さん、鬼庭さんに
牧野さんとかは欲しいけど、推薦人を北野部近なんで、牧野さん、あと中野さん、この政治軍団、遠藤さん、いいね、政治バッチリ奉行しましょう。いいんじゃないですか。やることもできてるし、評論もしっかりあるし、オッケー、いいねいいね。しかも伊達はね、結構忠誠誓ってるんで、まあ、黒川さん別として。オッケー、伊達種宗も仲間になりました。うん、十分だな。まあ、これあげちゃっていいわ。とりあえず欲しい武将は手に入った。自分から素晴らしい。東洋で、あと全員仲間にしよう。人の数は、人は多くて困ることはない。まあ、ここら辺も東洋。で、東洋。いいね。あれは最上だな。最上の人。最上のおじさんが仲間になるわ。そしたら、ここでちょっと内政やりますか。何これ。いや、ハクラ、そこハクラいらないでしょ。もうちょっと考えてやりなさいよ。まあ、畑を建設。使うな、こいつらは。とりあえず岩出山に行こう。放水事情って誰が歩兵してる？誰もしないよね。まあ、ここ黒川さんでいいわ。あ、待って、鬼庭さんにしようか。オッケー。で、数。素晴らしい。素晴らしい。浪人も仲間になってるしな。いやー、悪くないな。メンツも揃ってきたな。金が全然ないのが笑えるけど。それ以外はめちゃくちゃいいよ。まあ、とりあえず金だな。位置建設しよう。まあ、承認衆と協定結んでることもあるんで、まあ、こういう位置がね、結構効いてくると思う。で、位置。そしたら移動で、とりあえず岩出山に皆さん移動しましょう。話はそこからだ。で、降水事情、ここ歩兵していいので、お願いします。あとは金。協定はぐろ。そろそろ頼むわ。いい加減頼むわ。どうすかね、はぐろ。OK、いいね。そしたら、特産品、銀は使わないな。技術で、金細胞か。わらじが欲しいな。今、いくつ ?2 か。うん、金細胞やろ。まあ、探索させて。あとは、足柄学者建設。まあ、ここら辺の政治軍団にもやらせよう。足軽学者。移動で黒川さんか。本堂さん。そしたら、香水事情。あとは農村建設。まあ、なんといってもね、岩出山城といえば、この農業の水田の産地なんで、私は大好きです。農村、農村、農村。そんなところか。あとはどうでもいい武将何人か欲しいな。いないか。築城を出したい。取引でしばらく内政。日本刀を集めましょう。いいね、木材の数が最高に多いわ。先導してる。まあ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 、結んだので大丈夫でしょう。貿易、日本刀一発だな。あと奉行もさせたいな。香水事情、足柄学者建設。まあ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 、香水事情で金山見つけるというのも一つの手ですけど、そこまでやらなくていいわ。オランダは、朝織物、集めるか。あ、よし、ぶち込んだところで、どうしようもねえわ。OK です。ミニの名刀が手に入りました。大崎さん、うん、こんなもんでいいわ。待って、大崎さんは使い道。そうだな。ちょっと軽く加増しておいて、で、築城出そう。いけ。100でいいわ。長尾に対して兵糧攻めを仕掛けたい。あとは再開で金。集めれる分だけ位置を建設しよう。金がない。まあまあ、ここら辺も建設してますんで、しばらくは大丈夫だ。契約オランダ進めよう。オランダは、ないか。まあ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 。今のところ19分。19分で伊達を取った。まあ悪くはない。良くもなく悪くもなく。武田をだいぶ痛めつけることができてますんで、その点は非常に評価できるかなと思います。
そしたら取引で、オランダありますか？金とオランダじゃね？オッケー。金大量に集めよう。日本刀とチェンジ。あとは暇なら水田建設。黒川さんも水田建設させるか。で、契約でオランダ進めましょう。オランダ OK です。移動でこう、ごめんね、岩出山で奉行係、取引で金集めれるだけ集めよう。で、奉行、もったいない。奉行をさせて、あとは水田建設、来年用でいいので水田を建設。兵糧がだいぶ入るな、これで。貿易はとりあえず金。港ももう3つもあるしな。やっぱ南蛮貿易の開発が早いわ。そしたら水田建設、来年でいいのでお願いします。間に合うか微妙、間に合わない。まあいいわ。委任も全部やってる。 OK。 さてさて、やることはできてるぞ。あとは暇なら畑とか漁港とか兵糧関連を建設しましょう。金細胞が入りました。まだできないか、足軽学者。移動で香水事情、まあ民の名刀もあるし、まあ漆器でいいわ。ちょっと特産品が足んないな。そしたら足軽学者建設。十文字あり分は集めよう。技術わらじ進めましょう。これ不可でいいわ。奴らが出てくるかどうか、チャレンジ。塩釜暇人。移動で香水事情。OK。そしたら、足軽学者を建設。三戸暇人。移動で香水事情。奉行もさせてるし、次取るのは、まあそうだな、次取るのは足なきを取りたいと思います。兵力今のうちに運びましょう。前進。まあ歩兵もしてるし、南蛮貿易も進んでるし、金塩ぶち込むか。貿易で金でいいわ。蛍光色も手に入る。22分。まあ17,000ちょっと多いけど、まあ負けることはないと思うんだ。足遅くなったな足遅い足遅いな。まあ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 、技術開発も進んでるし、兵糧もしっかり確保できてるし、わらじも建設、わらじも開発してるし、まあ大丈夫か。雪が溶けて足がちょっと速くなった。鬼庭さん移動で、そしたら香水事情で歩兵係。お金は結構あります。あ、来たか。来たんだったら端っこの方まで逃げましょう。間に合うかな。あー、味方部隊まあいいわ。壊滅。間に合いませんでした。築城いらないやつ。大崎さん、もう一回行こう。築城で。お任せくだされ。そこはもう任せるわ。あとは残りのメンツ、貿易。これで金終わるな。終わったら行こうか。 OK です。蛍光色が入りました。そしたら種宗戻ってるか。移動で石川さんと、ま、宇治家さん、塩釜湊。行こう。 S 陣で1万4000の兵力を持って、まあ、駿府だな。駿府に合わせながら黒川城に向けて S 陣します。で、ここも S 陣。
やつ、狼烙強いね。狼烙は強いぞ。めちゃくちゃ強いぞ。まあ、駿府に合わせて黒川城。暇なやつ誰でもいい。このままでいっか。このドクター・ワイリーみたいなおじさんを残して、築城で相馬中村城、一応バリアは張っとこう。うん、今のところできるものって言ってもオランダはないっすもんね。オランダ朝織物とどうか、まあ、特に、まあ、進めるだけ進めよう。 OK、 わらじが入りました。あとは三軒槍も進められるか。技術でまたね、拠点で武将適正、美女 B2 人か。あとは鬼庭さんと B だよね、この人ね。 OK、 もらいましょう。なんでできない。あとは足軽適正 B、 黒川さん戻しましょう。 OK、 技術で三軒槍進めます。ちょっと時間かかるけどやっとこう。そしたら移動で、このモディは香水事情、あと引き継ぎで再開で、この辺り建設と、あとは水田、水田建設、畑取引で、そしたら銅、これでランポイもいける。今相馬が攻めてこなければいいけど、ワンチャン攻めてきそうだな。まあいいわ。畑を建設、兵糧確保。うん、暇なやつが一人いる。葛西さんは世界で一番使い道がないんで、出陣でここら辺で築城の待機をさせましょう。まあわらじに金細胞に見ぬ妙刀なんで負けることはないかな。狼烙もあるしね、普通に強いわ。普通に負けないな。そのまま殴りましょう。で契約でオランダ進めます。来たか、戻れ。進め、オランダ OK、 逃げろよ。ここまでね、築城の距離があると敵を張り付けにさせることができます。ここにずっといるんで、なのでこれで長沖を兵糧攻めさせよう。ここでいいわ。狼烙やるね。盛り上がってんね。弾くか、さすがだな。お部屋みんなしてるか、 OK。 そしたら貿易で、しっきり急いでないんで。おやるな。マジすごいな。9000の兵力貼り付けにできれば、まあこいつも終わるでしょう。もうちょい行こうか。進め、北条の兵糧は結構削ったと思うので19000。後々北条を取るなら兵糧攻めをとどめさせたい。1万1000と16000、結構増えてきたか。まあ、岩槻城まだ盤石だけど。 OK、 とりあえず芦名守氏、彼は必ず仲間にしよう。黒川城を制圧することができました。芦名守氏、あとはうん、もうちょっと宇都宮家から舞台流れてくるかなと思ったけど、そうでもないな。佐世さん、岩手山暇人、香水事情も暇人がいる。足軽学者は終わったか。 OK、 だったらいいわ。そこまでここはしっかりやらなくていい。うん、お金もあるし築城だな。承知いたしました。遅いけどいいわ。うん、やろう。お任せくだされ。歩兵してるもんね。 OK、 どこ行くの。土地王城築城なめてんな。ちょっと待って、終わってから行こう。 OKOK、 足軽学者もあるし、足軽適正上昇もあるし順調だ。あ、違う、芦名守氏を裏切られたら終わるので100にしていいです。で、出陣で石川さん、まあ騎馬隊でいいので。進め。で、歩兵、ここは築城ちょっとやってもいいな。行こうか。
次お金は2万6000だいぶ入る。そんなところだな。坊主足軽来い足軽。まあいらんな。まあいい、まあ来てくれるだけありがとう。まあ投与投与ガンガン投与しましょう。人は宝だ。岩出山ここも順調だな。兵糧が少し心もとなくなるので畑を中心に建設しましょう。ちなみにここさ誰か歩兵してた？全然ないんだけど。まあいいわ、かっこいいよ。進む一歩受けそう。どうすか雪で飛ばせます。あとは軽く加増を行って、本当に軽くでいい。兵力確保に努めよう。農村建設、あと農村内政学者は後に使うな。これは内政、お、やってんね、結構いいね。同盟結ぶか、今更だけど。調査壁裁量か、いやーどうすっかな。内政でしょ。うん、いや結ばなくていいわ、自分たちでやるわ。任せよ、あれ。うん、ラッキー。ラッキー。内政学者使えるか。まあ、弊社建設ちょっと兵力確保だけやろう。これぐらい兵力あれば十分だな。出陣でまださできてないもんね。156まだあるもんね。ではでは出陣で南部春政自ら再度駿府城に合わせて出陣します。駿府に何の恨みがあるんだ。駿府城攻めよう。で方角はこっち、うん、それでいいわ。激励。長尾の兵糧は99000。まあ兵糧全部無理だな。まあいや、やってていいわ。悪くないな。で築城でこんなもんでいいので一応築城予備出しとこう。岩出山やることはやってないね。まあいいわ、それでいいわ。これできた？できませんね。これはあれは多分いつになっても完成しないな。呼び寄せ、そしたらこんなもんでいいわ。うーん、稲城さん矢倉がきつい。まあまあ威力的にはうちの方が全然上だ。進め、南部春政こっち進め、で殴りましょう。行くぞ。あとは大丈夫だな。そしたら水田建設ちょっとやろうか。水田水田兵舎を建設で母兵は委任でいいのでお願いします。大丈夫だね。どう、お、仕上がってきたな。進めー、コーナー入るか。なんかできたって。なんかできたって。何ができた？この兵力運ぶか。岩出山城ここ母兵でいいわ。うん、貼り付けでいい。入るね、こんなん。宇都宮城は多分羽賀さんとか大関高松とかいるんだけど結構入るな。まあこれはうん、まあそのままさやっていいわ。時間なんかもったいない。オッケー、捕らえたり制圧することができました。そしたら岩出山の軍団ここは一人任せて皆さん移動しましょう。宇都宮が本命、ここでガンガン内政をやろう。 OK です、南方位入りました。特にないか。OK、 東洋でミブさん、ミブさんに羽賀さん、大田原さんいいね。まあ、ガンガン投与しましょう。小田氏春いらん。いらないけど。オッケー、全員入ったな。うん、貼り付けもできてるし、
まあ、順調だな。まあ、3人移動で岩出間。あとは普段に芦名さんどうぞ。誰か一人寝返ったな。誰か一人東洋で喜んでたら誰か一人寝返ったな。羽賀さんとミムさん、この二人は全力。知略も政治も高いんで多めに稼働しましょう。とりあえずいらないもの破壊しよう。まだ2月、1月か。これもいいわ。全部ぶっ壊して金はあるからな。農村、ここはもう農業。農村農村で、さらに農村で結城春友あたり柵と仲間にするか。農村建設。誰が裏切ったって。中断、ここで誰か裏切りが発生してんな。あと水田建設。うんうん、そしたら築城で、まあ、予備でここら辺置いとこう。何名か置いといて、あと放置でいいわ。移動でうちで預かる。長尾、うん、8万9000だいぶ減ったな。さてガンガン出陣するか。小賀御所、小賀御所大丈夫ですか。小賀御所さんちょっと弱いからさっさと取るか。芦名守氏出陣。あとは協定で自社衆協定無理か。風魔忍者衆協定。うん、もう一回北条にかけるか。北条に何の恨みがあるんだってぐらい。北条にどんどん援軍要請の誘導をかけよう。契約他は行きます。ちょっと進めたいね。オランダ馬車は薬か。あ、これもぶち込むか。ちょっと遠いけど。あとは築城で猪苗代さん裏切んねえ。オッケーオッケー、築城も結構決まってきたな。まあ、水田建設と弊社、弊社を大胆に大量に建設します。宇都宮城では兵糧確保。宇都宮とあと岩槻か、その辺りで兵糧確保に努めよう。あとは水田、もう間に合わないけどいいわ。弊社建設、人の数が多くて助かるわ。歩兵は委任でいいのでお願いします。あとは弊社。 OK、 適当。あ、これさ、有機、そうか、有機じゃなくて佐竹か、これ。佐竹が、足柄適正上昇いいね。なんで、有機春友かなと思ってたら、違ったわ。間違えた。うん、こいつらは移動で、鬼庭さんはもう使わないな。移動でいいわ。どうすか？やってんね。佐竹義明か、斬首して、佐竹義明に進化したいな。取引で、薬。オランダ、オランダ魚介か。3200、ちょっと集めるのきついな。いや、砥石だったら協定で、エジリ承認書協定。嘘、他ないっすか。農村いけるよね。兵糧は34000、さすがに復活したか。うん、築城もだいぶできてきた。エジリ承認書協定 OK です。ここはとりあえず一問なんで、石川さんにお願いするわ。OK、来た。佐竹義重、召喚できた？できたね、OK。素晴らしいな。移動で、そしたらここでいいわ。結構兵力もあるか。まあ、今のところ敵に攻められる危険性はないね。だったらここからも攻めよう。大名の南部春政と伊達種宗2人で攻めよう。技術は今のところ32か。足軽適正 A1 人、ここら辺、上げればいけるか。十文字あり優先だな。だったら、拠点。3人いるか。うん、そしたら、授業で、北信近あげるわ。ちなみに、東洋で結城春友もいないか。捕虜になってるか。黒川さん。あんたも足軽制、適正 B だよね。十文字あり。金がねえわ。金がなかった。
肝心な金がなかったな。うん、攻めましょう。必死で頼むね。目指す拠点は、まあ、とりあえずおなじみの駿府城に合わせて攻めましょう。一応築城出しとこう。こんなもんでいいので築城出しておきます。お任せくだされ。石川さんはそこでいいわ。あとは築城。築城をやると金がなくなるな。うん、金ないね。十文字ありって2万なんぼだよね。ユキャルでも出そう。一歩行きます。間に合う。帰っちゃうか。もう一回行こう。進め。今攻められても大丈夫だしな。まあ、ここは全力で行くか。だったら金ねえし。行け。築城出そう。十文字あり急ぎたいけどな。進め。これも負荷でいいです。そうですか。弊社建設、まあこの弊社の建設やりまくってるから多分金がなくなるんだろうな。で再開。うん、いいわ。あとそうだ、自社衆協定結ぼう。結んでるか。結んでないよね。結ぼう。うん、2部隊で攻めましょう。駿府に合わせて攻めましょう。できたな。一発停戦。ここは停戦だな。二本松は攻められたくない。いいです。長岡は別に攻撃する必要ないんで死なないようにね。大丈夫か。帰れ。よし。まあ安東家は取られるかもしれんけど、まあいいわ。停戦結べれば今のうちにうちなの方が好き勝手できるんで、おたじを取ろう。停戦しません。あとは移動で誰かしら。あんたでいいわ。ここが御所。お部屋皆さん委任でお願いします。で協定で自社主、ここは結ぼう。あんたらハイエナ。おお、失敗すんな。ハイエナか。お味方が城内に突入しました。やつらに取らせた方が楽か。うん、でも待ってんのめんどいしな。いや、せやしよう。秋田商人衆との協定が残り1ヶ月。捕らえたり。なんだ。そしたら出陣でガンガン行こうか。韓国まだ勝ってないもんね。隠居、まあいいわ、行こう。佐竹義明、佐竹義重をもらえればそれでいいわ。行こうか。進め。うん、協定自社主、まあ、これぐらいいれば大丈夫かな。敵将捕らえたり。笑い物だよ、本当に。本当に笑い物だよ。頼むぞ、頼むぞ。おい、どうしたお前ら。失敗続きですな。お願いしますよ。次お金は2万5000。まあ2万5000あれば、まあ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  OK。 まあ成功しなきゃね、さすがにね。あのこのままでいいわ。秋田商人衆協定結ぼう。ちょっと遠い。17、間に合うか。うん、お金だけは少しは欲しい。同盟結んでない。あいつら同盟結ぼう。二気作か。魅力的だな。殴ろう。まあそれでいいな。秋田商人衆頼むぞ。このヘッポココンビよく失敗すんな。城門を突破しました。脱走。うん、しなくていい。めんどい。 OK です。鹿島港制圧することができました。佐竹義重と結城春友、大関高松、結構いい部署いんな。そしたら宇都宮城投与しよう。大田原さんに和田さん、政治の竹高い、結城正勝もなかなか、関根さんいいね。まあこれぐらいでいいわ。
宇都宮城の歩兵は大名自ら行うようにしよう。そしたら唐沢山城どうぞ。移動で、芦名さん移動、二人移動でいいわ。縁組どうぞ。よかったな、喜んでるわ。出陣で次は相馬家に向けて出陣します。オッケー、だいぶ仲間になった。で、カゾちょっとブチギレてんなちょっとブチギレ気味なのが笑えるけど、まあいいわ。カゾね、うん、いいね。ではでは出陣で、まあ結城春友もくっつけるか。待て、そしたら没収でいいわ。黒川さんごめん、いらん、うるせえ。結城春友も移動で、そしたら宇都宮、軽く数をしとけばなんとかなるでしょあ、感謝してるしね。物を奪って感謝してるとは大したもんだ。うん、呼び寄せだな。杉野屋さんいた、二人で行こう。で、技術で十文砂利進めましょう。173、いいね。あと協定でさ、秋田小人衆もういいや、金はあるんで兵糧にしよう。協定と協定、ここら辺結ぼう。自社衆協定、兵糧確保で、技術で十文砂利、契約でそろそろ進めたい。うん、ではでは出陣で混乱持って小高城に向けて出陣します。普代が空いてるよね、久野平城か。まあ適当に、まあいいや。これは出陣か、農民か農民と戯れてるわ。オッケーオッケー、まあ兵力12000、まあ歩兵はしてくれてますね。うん、そこそこだけど、まあ、やることやってくれてんな。うん、古賀御所はいいわ。本当はバッチリ内政やりたいけど、あんまりやりすぎると。承知しました。そしたら軍団新設でここら辺あげるわ。泉山軍団弱そうだな。で、編成任せる。いらない部署あげるわ。いらん、いらん、いらん、いらん。ここもいらん、いらないね。ぶち込もう。うん、そしたら普代チェンジで烏山城にしましょう。ここで兵糧確保、長尾家との停戦が終わりました。築城適正いいね。そしたらもう一発築城出しまくろう。佐世さん行こう。あとは兵舎建設、まああと忍びの里。敵の軍勢が領内に向かって、領内に向かって出陣しました。停戦見そうかいや別に長尾は勝負しなくていいよ。さすがに大竹が終わるか。お味方が負傷しました。なんたることだ。彼楽勝だな楽勝だな。 OK です、小高城制圧することができました。ちょっとタイミング良くない、逃げないんでね。東洋で相馬さん、あとは、まあ、相馬さん一人もらえればいいわ。そらそうなるわ。あ、失敗か、珍しいな。大竹滅びた。岩月16000、そんなもんだったらうちでも勝てるな。 OK、そしたら普代に余ってるところ相馬さんにあげましょう。ではではこの兵力は全て持っていきます。岩月城、まあ、適当に運ばせて。進め、呼び寄せ杉野屋さん、そろそろ契約いきません。取引でエジリ商人衆か、オランダ薬か、馬車は欲しい。
武田信玄に改名、名前変えたそうです。どうでもいいよ。停戦が決まってんな、バッチリ。日本松城、まあ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 。長尾も早く取りたいけど、まあ武田取るか。放置するとろくなことがないからな。ここも編成でいいわ。編成であげます。あといらない武将も結構いるはずなので、あ、そうだな、田村さんとかいいわ。うん、ここら辺はいらない。いらないね。こいつもいらん。結城正和もいいわ。うん、ここら辺ぶち込もう。十文字槍は残りは二色。十文字槍が手に入った状態で武田と戦えるのは結構いいな。契約他は、うん、オランダ進めましょう。山上さん兵力を、次は唐沢山城に運びましょう。6万ぐらいで攻めるか。出陣で。オランダ OK。 貿易で、そしたら漆器でいいわ。そこまで急ぎじゃないんで。さてさて、あとは内政学者を独力で開発して、それからでいいか。まあ内政学者だったらそんなにね、時間かかるものじゃないから。技術、内政学者誰かしらいます？内政適正いねえか、いねえか。足野さん使いたくないな。機関で、いないか。ん？いないの？いないの？しょうがない。とりあえず岩月取ってから動くか。待って。内政学者だけはやっといた方がいいな。進め！やっとかなきゃダメだな。いるか。OK。このメンツでいいな。種村、お留守番。移動で、そしたら、烏山城に移動しましょう。まあ、ここら辺。あ、烏山城じゃねえ。間違えた。あっちだ。ごめんね。烏山城。8万で攻めよう。違う、7万。進め！行こうか。出陣で。そしたら、大関高松と組んで、とりあえず、小田原城に合わせて出陣します。お任せあれ。まあ、組ませて出陣。承知しました。まあ、ミブさんだな。承知しました。まあ、組みましょう。あんたは別に、知力高くないでしょ。承知しました。見た目だけ高いけど、ませ。承知しました。残りは移動で、あんたら宇都宮。山上さんは、小籠所で、歩兵係。武田を一気に取ろう。じゃあこうでいいわ。よし、あ、やった、全員弾けた。その間に岩月城をボコボコにしよう。罠ね、罠ね、やられてんな。はは、よしよし、敵部隊壊滅。まあ大丈夫でしょう。武田信玄もいないし、ね、城内に突入しました。内政学者が手に入りました。宇都宮。そしたら、あ、あんまり結構いい武将は使いたくないんだよな。まあこんなもんでいっか。移動で岩出山城。黒川もいらんね。移動で岩出山。あとは暇なやつ、岩出山のやつら。ごめん、こっちでいいわ。あんたらはここでいいわ。多分北条の拠点も結構内政学者がありますんで。またか、築城行こう。これは厳しいね。まあほっとけばいいわ。敵部隊壊滅しました。戻ってもらっていいですか。まあこのままでいいわ。OK です。岩月城制圧することができました。さてさて、そしたら出陣で。武田のことは、武田はいけるか。まあ先にここ取ろう。クレリ城に向けて出陣します。承知しました。そしたら、内政学者を大量に建設。もうこんなところか。内政学者適当でいい。
内政学者。で、どこだっけ、黒川か、黒川じゃない、香水事情、まあ、ここら辺も全部破壊して内政学者を建設。内政学者こんなもんでいいわ、これぐらいやれば十分だろ。まあこの二人で行かせていくか。小田原も取りたいな。うん、取るか。出陣で先に小田原を取ろう。駿府城に合わせながら出陣します。組んで、辻ヶ崎館の兵力が今全然ないので、なので岩槻城を攻められる心配はそんなにないと思う。加賀山築城で川越城、かしこまりました。あ、これ築城完成させていいわ。退却、かしこまりました。おお、粘ってんな。やるね、安藤家やるな。変化なんすか。いや、嫌です。その人は嫌だ。勘弁して。ろくなことがない。うん、母兵は胃に。じゃあ、刺しましょう。編成、ここも上げるわ。はあ、訂正してもよかったな。戦うつもりないんだよな。八王子城に築城。八王子城に築城。誰かいます。近場で暇なやつ、まあ、もらうか。取れるんだよな。ゼロなんだよな。ゼロだけどちょっと方角がきついな。しかも戸隠結んでるからな、多分やつら。いやいや、築城部隊だけでも倒せればそれで十分だ。停戦しません。おお、食らってないね。お味方が城内に突入しました。そしたら築城、こっから出そう。進め、敵が我が領内に向かって出陣。土佐港に向けて出陣ね。お味方が城内に突入しました。うん、あれは逆に取られていいわ。まあ、無理だな、兵力あるもんな。ここは大丈夫そう。阿賀さんも一発で築城完成させていい。久留里城制圧することができました。そしたら移動で、まあ、とりあえず岩槻。こんな入んないね。あ、兵糧切れた。やつらの兵糧がお切れになりました。まあ楽勝だな。だったら頑張って兵糧攻めしまくった甲斐があった。うん、小田原城制圧完了。馬車が入りました。韓国ってまだ無理だよね。でも関東は方法終わったか。移動でだったら杉野屋さん残して移動。まあ岩槻に行こう。こんなにいるんだ。激励飛ばせる。トサミノとかあれはいいわ。進め、長尾兵糧攻めできんな。17万か。あれ貼り付けにさせよう。ここにいといて、それで長尾終わりだ。さてさて、やることはできてるな。あとは技術そろそろ進めよう。宇都宮城技術で内政全部できんじゃねえか。品種改良2期作、あ、2期作間に合うね。機関で戻っていいわ。技術で2期作間に合うね。 OK、 128。 ん、秋間に合わねえわ。間違えた、間に合いません。秋でいいわ。秋の品種改良に間に合わせましょう。これか、これいい、取られていい、むしろそれでいいわ。敵が我が領内に向かって出陣。八
っちまで行くか。移動で芦野さん、この3人で小田原行こう。うん、貼り付け。築城部隊による貼り付け。築城、もうちょっと出そうか。前線、え、築城。前線やってんな。だって協定で戸隠忍者衆、協定、協定戸隠。サンキュー、会員入った。これでもう韓国終わるでしょ。韓国で、まあ、北条。あとは、里見。宇都宮、里見。終わりよね、OK。ガンガン韓国飛ばしましょう。北条家を滅ぼすことができました。なんだこれ。あー、戸隠か。里見も OK。そしたら普代が結構余ってるんで、北条氏です。あとは、そんなもんか。稼働でいいわ。ちょっと誓ってないな、忠誠。あんまり。あんまり誓ってないですね。多いな、誓ってないやつが多い。OK。さてさて、北条氏康が仲間になった。とりあえず政治の値が高い人もらうわ。ここら辺もらいましょう。移動で、今、築城されてるんだっけ。小田原。されてんね。行こうか。ではでは、出陣で。駿府城に向けて出陣します。3部隊だな。前進。まあやることはできてる。歩兵もしっかりできてるな。この兵力輸送しようか。承知いたしました。ここもいいわ。岩槻城の領内に向かって長野家か。出陣しました。ああ、長野家ね。近場の人、里見さんもらうか。前線完成したな。承知しました。で、編成任せる。1時間2分ね。急ごう。ではでは、この兵力をとりあえず岩槻城に運びます。進め。そこから武田も一気に取ろう。進め。できれば長尾には兵糧攻めができればいい。進め。無理だったら考えるわ。進め。そっか。移動で、唐沢山城。政治の値が高い人、ここにもいるでしょ。ここら辺もらうか。板部屋か構成戦、いいね。ここら辺もらおう。南部春馬さんもらおう。攻めてもいいけどさ、勝てないと思います。しました。輸送、輸送で、そしたら岩月。オッケーオッケー。編成でもらうわ。ではでは、出陣で。次は駿府城に向けて出陣します。承知しました。あとは韓国で今川と結構入りやすいんだよな。入んねえか。兵糧は蛍光色あんのか。なければな、楽勝だったんだけど。敵は我が領内に向かって出陣。そっから来るか。壊滅しました。長尾かけとろか。かけとろはまずいね。坊主来ないかな。坊主坊主来い。起きた。サンキューサンキュー坊主。もう一発停戦でいいわ。え、停戦。あ、そっか。こういうも参加してるのか。参加されたのか。移動で。マクロカー城。呼び寄せ。盗撮高いず。里見さん、ここら辺もらうか。うん、いいね。移動で。この二人、烏山城。城門を突破しました。で、出陣で。武田が今徳川攻めてますんで、あそこが悪党も進め。兵力確保、長尾も取るか。進め。結構兵力で貯めてくれたでしょ。2万あるもんね。
うん、ここら辺も輸送しよう。輸送してぼちぼち長尾倒しに行こう。旋風城制圧できました。全部 OK。 あとは韓国で朝比奈さんが遊んでんな。今が OK。 今川家滅ぼすことができました。大元切磋琢磨。まあ返していっか。技術はあと26年。契約滞ってんな。まあポルトガルでも進めるか。移動で終わったな。まあいいわ。こいつらいらないので編成でいいわ。だったら武田さんを取りましょう。役職ってあったっけ。北条氏康詩人で、次は辻ヶ崎館に向けて辞任します。ここ2部隊だな。行こう。行けで、あんたら移動で岩月城。普代は空いてるところない。あるか。広告事情に大元切磋。ポルトガル OK。 まあ織田さんも援軍に行くとは思うんですよね。結構強いな。まあ、いや羊ちょっとガテン系が多いけど、まあ行こう。辻ヶ崎館。行け行け。うん、輸送にもなるんでガンガン行こう。進め。ラストに韓国入れるのも楽だしね。進め。進め。前線。48,000。なかなかの数だ。品種改良が入りました。これも輸送でいいわ。輸送でちょっと一箇所に集めたい。バラバラだとやりづらい。輸送で黒川城、そこから攻めよう。なんかなんすか。山本春樹やだ。武田強いな。織田さん援軍出さないんだね。まあ、星名さんとかか。まあ、さっさと取りましょう。家康が終わるかもしれん。任せ終われ。韓国って通りません。ちなみに取んないか。まあ技術で、そしたら肉作で編成でいいわ。終わるか。狼烙を弾けばワンチャン。ダメだね。ダメそうだね。終わるか。まあいいや、終わっても。まあ大丈夫だな。大丈夫ですか。武田さん上杉に攻められてますけど大丈夫ですか。あんた戦ってなかったな。終わる。終わるか。なると難しいな。この主力の軍団は次はじゃあ岡崎行くか。行け。進め。3部隊でこっち行こう。残りのメンツでこうでいいわ。進め。武田さんが終わる。終わったか。そっちから行かなくていい。どうした。進め。もう 100% 援軍に行くはずなんだ。でさ、まあ多分長尾家がとどめさせると思うので、そのタイミングでうちらがもらおう。岡崎兵糧ないのか。ないんじゃない。あるわ。よくそのタイミングで攻めたな。てか君たち徳川ずっと見捨てたんだ。織田さんもいるか。まあ、ここも攻めたいしな。信門か。この後うちらが奪い取ろう。待機。待機でいいよ。あれ、これ武田終わるわ。それで終わりか。なるほどね。だったらこれちょっと話変わるな。まあ羊人でこのガテン系、待って、知略高い人でももらうわ。
武田終わりじゃん。これ誰？吉野部か。まあうちらが取ろう。小田さんに取らせる。取らせてもいいか。技術で天魔星進めましょう。 SG 孵化市場に向けて出陣します。ここ取れれば楽だな。承知しました。なるほどね、長尾が取って、そういうことか。承知しました。 OK、 これで十分でしょう。敵に取らせよう。奪った方が早いわ。小田さんにも降伏いけるわ。あと楽勝でしょ。武田の部隊、お味方が城内に突入しました。編成OK。 信長、まあいいよ、解放でいいわ。編成で岡崎城もらうわ。で東洋で武田信玄、あとは秀吉、本田正信、いいね。あと家康いるでしょ。家康いた。これもらいましょう。風魔小太郎上司だけど、まあ大丈夫でしょ。やってんね。色が家紋が似てて分かりづらいな。 OK。 そしたら授与で官位あげるわ。武田信玄にはどうぞ。ゆさぎの家宝をあげて、で東洋で秀吉は無理だから、まあ、ちょっと投与しますか。本当は韓国でとどめさせたかったけど。東洋、東洋、武田信繁、服部さん、敵に回すのめんどい。山本春樹、そんなところか。敵部隊、壊滅しました。まあ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 、盛り上がってるわ。盛り上がってるわ。OK。やめてもらっていいですか。編成でもらうわ。で東洋で、そしたら宇佐美さん、そいつらはどうでもいいな。まあそんなところか。雪高、真田雪高もらって、板倉さん、この辺りでいいわ。多分他にもいい武将いるだろうけど。韓国小田さん、あと入る国はないか。 OK。 そしたらとりあえず加増、もう面倒いで全員でいいわ。 S 字にしましょう。武田信玄、武田信玄、北条氏康はここに行こう。清水城に向けて出陣します。かしこまりました。早めにね、あいつを取らないとね。長尾、芦名さん出陣で、次は斎藤家行こう。今は13分か。承知しました。承知。ちょっと待ってね、ごめんね。どこだっけ。ここか。 OK。 OK、 山本春樹、授業でなんかいいもん、あげるわ。お前じゃない、山本春樹。あとは加増で、大丈夫かな、裏切んないかな。大丈夫かな。多分大丈夫。うん、兵糧はめちゃくちゃあるんで、ガンガン攻めよう。坊主ね、どうも。あいつらと兵糧は、もう兵糧攻めはできないね。あんだけ頑張ったんだけどな、意味なかったな。一陣で家康行こう。服部さんと組んで桐山城に向けて出陣します。承知しました。移動で山本春樹、移動で大元切磋いる。あ、投与してたのか。まあいいわ。どこまで投与行ったんだろう。不可市場か。停戦しません。韓国で終わる国ないか。いやいや、防護にしよう。お味方が城内に突入しました。うん、移動で、そしたらうちでもらって、目標輸送で前線に輸送しましょう。兵糧はあるもんね。契約未、
あ、チッキだな。もう一回やってねえわ。いや、やらなくていい、めでて。素通り。柴田勝家、まあいっか。敵将 OK です。捕らえたり。清洲城制圧することができました。ガンガン行こう。本田正信出陣で。筒井城。殺しません、これ。全然兵力ないじゃん。どうしたの？見 OK。貿易で、そしたら日本刀。さて行こうか。帰還で武田信玄。出陣で、ここら辺蹴散らそう。まずは春日山かな。山形行くか。武田勝頼か。勝頼で使わなくていいわ。山形城に向けて出陣。里見さん、城門を突破しました。うん、OK。 承知しました。安東家は適当にやるわ。OK。 稲葉山城制圧することができました。稲葉山 OK。 そしたら芦名さん出陣で姉小路倒そう。何かと面倒な姉小路。承知しました。2万ね。編成で不可市場で輸送しよう。2万すべてを持っていこう。任せあれ。どこと羽黒か。協定羽黒忍者衆協定。これちょっと面倒いね。羽黒忍者衆協定。うん、輸送。かしこまりました。誰か帰ったな。結構な人数が帰った。まあ出陣で、まあ、いや、とりあえずここ行こう。桐山御所。筒井も多分ね、韓国で終わると思うんだ。3000何もだし、ここ取れば何とかなるよ。任せあれ。 OK、 どうも。で、編成であげるわ。あとはここら辺もあげる。あとこいつらも戦っていいわ。方針で攻略 OK。 兵糧あるし大丈夫だ。技術が天魔製やってないよね今ね。ああ、考え合ってるか。うーん、新薬やろう。呼び寄せ、盗撮高くて暇なやつ、これもらうか。協定自社種大丈夫か。金がね、金を巻き上げて。韓国は取んないね。 OK。 そしたら出陣で、次は武田信繁。箕輪城に向けて出陣します。で、協定で安東水軍衆協定。そろそろ邪魔な柿崎も倒そう。2万ぐらい。1万7000ね。倒せんね。桐山御所制圧することができました。 OK。 桐山 OK で韓国で終わるでしょ。北畑 OK。 多分筒井も終わる。 OK、 いいね。風魔小太郎、何しに来た。これうちの人違うわ。よし、テルコ将軍が一人で暴走してるな。どうしたんだろう。悩みでもあるのかな。どうすか。うん、桜原城、あと山形城も制圧できました。オッケー。なんだなんだ。上杉謙信ボコボコにされて解明したな。いや、出陣で武田信玄出陣。次は柴田城に向けて出陣します。大元切磋行こう。承知しました。そしたらこいつらで檜山城に向けて進みます。編成もらうわ。何の BGM ですか。あ、あれか。これうるさいんだよな。編成
そしたら出陣で、次は神保家富山城に向けて出陣します。20分で、まあ、風魔小太郎戻ってきたらでいいよ。多分包囲すると思うんだあいつら。ガンガン攻めていいぞ。遠征任せる。そこそこのメンツ。久野さんか。あ、まあいっか、ガテン系だけどいいわ。大館城に向けて出陣。竹崎は待ってくれ。さて出陣で、まあ次は役職あるでしょ、これあげとこう。北条氏康、佐竹義重、いいね。佐竹義重がやばいことになってる。とりあえず境港に合わせながら出陣。承知しました。まあ3部隊くらいでいければ。本田正信組ませる意味が全くない。行こう。かしこまりました。お任せあれ。運び終わりました。富士州、それ無理じゃね。まあ、技術力で勝ってもらおう。筒以上はどうでもいいです。島左近捕縛ね。そしたらあんたらそのまんま筒以上取ろう。富山城制圧することができました。樹木 OK。 芦野さん頑張ってんね。ちょっと将兵学者でいいよ。柴田城制圧完了。そろそろ終わるでしょ。韓国で上杉はまだおんないか。そしたらあんたらはそのまんまだったら柏崎、いいや、こっち行こう。信綱ね。で出陣で長野家も OK。 春日山城へ。大元節祭一人で柏崎港。まあ大丈夫かな。契約で見他あれば。うん、使わんな。まあとりあえずやるか。ボコボコここは楽勝でしょ。 OK です。切ろ。編成筒以上大丈夫だな。切ろ。ほほ、すげえや。では出陣で家康一人で再開場。残りのメンツはガンガン進軍しよう。境港とちょっとな、もう少し武田信玄とか前線に出したいな。上杉攻めが終わったらでいいか。何てんのまあいいよ。大館 OK ね。あ、いったね。 OKOK、 いいタイミングだ。そのタイミングは買いだ。うん、協定で傷水軍衆、協定協定で、機内国人衆協定、あとはちらほら自社衆協定切れてるんで結んでいこう。あ、切れてねえわ。まあいいや。編成任せるわ。で韓国で安東家、豊島家どこだどこの国だ。目標輸送。そしたら次はここでいいわ。ガンガン前線にお願いします。うん、ちょっと兵力心持てないな。一人で勝てますか。2、3万か。7万じゃ一人で行こう。全工事 OK。 その山形前進。編成で檜山城。出陣で山本春之、土佐港に向けて出陣します。ちょっと承認衆、水軍衆も結んでるし大丈夫かな。城門を突破しました。豊島局経営なんか分からんけど滅ぼすことができました。編成あげるわ怒られた怒られた暴れすぎだ。柏崎港も制圧できました。ガンガン進軍しよう。
任せあれ。24分ね。行け。で、韓国で上杉、オッケー。上杉謙信が仲間になります。歩兵しなくていい。岸和田城制圧完了。ここいいわ。そしたら出陣でガンガン突っ込むか。小山ごぼうに向けて出陣します。黒人衆途中でいるんでごぼうにしてから行こう。承知しました。任せあれ。まあこれぐらいいれば。うん、新薬が入りました。兵の分離。上杉家滅ぼすことができました。自社衆協定間に合わないか。兵糧だけだ。あとは心配なのは上杉謙信も OK ね。上杉謙信あげるわ。あとなんか兜あげるわ。欲しい人あんまりいないな。あんまりいないな。どうもうちか。そしたら呼び寄せで統率高い人上杉謙信の知略この辺りもらおう。自社衆 OK。 足の森内一人で頑張ってるわ。敵が我が領内に向かって出陣。いいけどさ。編成ちょっと集団疎開しますか。移動で全移動遠いね。まずは黒人衆を任せよ。で、韓国で終わるでしょ。なんで終わるんだよ。いいっすか。鈴木 OK。 鈴木家 OK です。敵が我が領内に向かって出陣。結んでもねえじゃん、黒人。なんで結んでないのに頑張るんだよ。突破しました。無駄な努力はやめてくれ。いらない可能砲が手に入りました。契約。あ、ミンいけるね。差し折るいけるわ。ではでは出陣でガンガン目指しましょう。どれもしましょう。目標輸送は次は熊野港に変えましょう。敵戦取られたり。熊野、まあ熊野だな。そしたら次は邪魔な柿崎でも倒そう。承知しました。結構兵力多いな。任せあれ。弓全然鍛えてないから計略に耐えることになるな。さっさなりまさん、ああまあいいわ。アシナさんやるね。そのまま行こう。承知しました。移動で上杉謙信、ここの辺り潮田。もがみよしは気に入れる。まあ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 願えるわな、その人はな。村井さんちょっとブチ切れ気味。うん、早めに四国地方入ろうか。15,000、まあ勝てるでしょ。面積的にも行け。協定で芝生水軍衆協定、協定芝生結びましょう。あとは協定で傷水軍衆協定。OK、 素晴らしい。金はないかもしれん。うんうん、やってるわ。いや、そのまま一人で室町御所。8,000か。まあ輸送してくれてるしな。ボコボコ。勝てますかね、小部屋で。まあ大丈夫か。城門を突破しました。お任せあれ。編成。
マグボ制圧することができました。ではでは出陣でここはかっ飛ばそう。一条谷城承知しました。信繁も一条谷に行こうか。石川さんちょっと一人で脅しでいいのでホタニーに行こう。で韓国で畠山は俺でしょ。どうすか、やめてねえわ。編成任せるわ。敵の軍勢が大垣に出陣しました。敵部隊壊滅しました。援軍も出してくれた武田勝頼。真田昌幸登場。授業で真田昌幸隠居はしなくてもいいか、どっちもいいわ。停戦しません。小谷に援軍か。ホールワンの君たちあるか。そんなないけど。韓国通る国ありますか。ないね。じゃあボコボコにするか。協定で次は責任者衆。協定協定席貿易やってなくない？やってないね。政治の値が高い人、あ、これもらおうか。機関で戻して、一人いなくなったな。まあいいわ。ではでは出陣で、長水城に向けて出陣します。承知しました。お味方が。城内に突入しました。韓国柿崎、さすがに終わるわな。まあ、遠いけどいいわ。柿崎家に降伏。31分か、急ごう。室町御所制圧することができました。ではでは出陣で、おそらくねもう兵糧ないと思うんだ、斎藤家。秀長は騎馬隊でいいので、まあ、この辺り叩いておいてください。一条谷 OK。 そしたら韓国朝倉 OK で、協定で丹後水軍主協定頼むぞ。 OK、 協定丹後結びましょう。そこにいると面倒い。あと韓国入りません？入んないか。兵糧絶対切れると思うんだよね。あ、ないね。ないね。よかった、家康一人で十分だ。楽勝だ。ではでは出陣で。承知しました。うん、弓の騎乗に向けて出陣します。任せはあれ。編成任せるわ。多分帰ってきちゃうよね。帰るか。まあまあ、ああ、やっといた方が楽だよな。いや、これ私がやろう。殴りましょう。しし、オッケー。兵糧が多分切れる。残りの兵糧、斎藤さん7500か。兵糧分離が入りました。うん、まあそんなもんだな。適正で弓適正高い人いればこれもらおう。小水城制圧完了。ガンガン前進しましょう。ではでは出陣で。本田正信消えたな。どこ行ったの。毛利か。毛利はちょっとめんどいな。まあいいや。あ、頼むわ。傷水軍衆にお願いして奴らの兵力を削ろう。兵糧ないもんね。中野さん来てくれたんだったらもう任せていいわ。お任せあれ。柿崎家滅ぼすことができました。兵糧切れてますね。オッケー。城門を突破しました。元米島津って兵糧は結構あるか。16万。元米まで行ったんだ、すごいな。斎藤家滅ぼすことができました。
金 OK。 捉えたり編成で買わない OK。 技術で弓、まあ、軽く進めましょう。で出陣で雫城に向けて出陣します。そこまでやるか。編成弓抜き、あとは出陣でガンガン中国地方をえぐろう。中身はいいや。鳥取城に向けて出陣します。大義の節制承知しました。行こう。小谷 OK。 小谷城も制圧完了。多いな、知略プラス10ってすごいな。何、あー島津が暴れてんな。編成もうちょっとやっといた方がいいな。前進言おうか。だいぶ兵力削れたな。進め、頼むぞ。楽勝、楽して勝つ、それに越したことはない。伊豆記事の制圧完了、早いね。協定、野島水軍州協定、無理か。ちょっと邪魔なのでここで毛利の兵力削ろう。承知しました。簡易ってあったっけ、ないか。あ、間違えた。怒ってるわ。オッケー、差し寄りが入りました。民の差し寄りが入りましたので機動力が格段に上がります。輸送はしてるよね。熊の港どれぐらい運んだ。58,000、もうちょっと欲しいな。うん、包囲かけてる。殴りながら包囲だからまあ許そう。城門を突破しました。37分、急ごう。お味方が城内に突入しました。鳥取城を制圧することができました。鳥取 OK。 そしたら次は武田信玄出陣で合算戸田城、大元節祭と信繁は赤松姫路城に行こう。おのおの頼む。削れたな、削れたな、この坊主も。前進、進め、敵将捕らえたり。オッケー、そしたら出陣で次は黒瀬城に向けて出陣します。承知しました。どうですかね、韓国はそろそろ登録にないか。オッケー、編成将帥いただいて後で移動しよう。オッケー、では移動でこちらに移動。松中久秀と、ちょっとその人危ないぞ。やってんね。やってんね。いい感じだな、頼むぞ。早いな、寝返んの。松中久秀の寝返るスピードがやばい。承知しました。さすがに早すぎでしょ。運んでんね、10万か。目標輸送、次変えよう。輸送は、まあ、前線に運ばせよう。編成もらうわ。うん、ここは大丈夫だ。輸送で、そしたら信頼できる人。いないな。ああ、北条氏のり。まあ、多分フル株だよね。かしこまりました。アイスイス、そんなやなくていい。多分降伏しません。引くぞ。韓国でアムゴ、オッケー。まあここも大丈夫だな。アムゴ家滅ぼすことができました。城内に突入しました。なんだなんだ。うるさいな。どうも。敵が中条浜田城だったら突っ込むか。出陣で山口館に向けて出陣します。結構兵力あるね。敵将捕らえたり。で韓国で、そしたら黒瀬。
補欠け終わります。言いづらいわ。うん、出陣で。次は中村御所、ここら辺も取りましょう。そしたら家康出陣で、次は石山御坊に向けて出陣します。任せ終われ。赤松家も OK。 赤松は黒田官兵衛がいるか。まあいいわ。ではでは出陣で2人、まあ1人ずつの方がいいか。岡山城、まあいいわ、勝てる。すぐ無理か。混乱持って出陣と承知しました。飛び茂は込め行こう。承知しました。15万敵もビビるだろうな。編成任せるわ。まあ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 、ほう、島津は稽古職バッチリだな。で、民の御用とはないのか。これぐらい運んだら毛利家に脅しになりませんか。調査部がある。他はいいね、一気に終わるね。さすがに兵力囲いまくったかな。義務が多いな。あと毛利も終わりません。終わるわな。15万ぶち込んだかんな。 OKOK。他はどうすか。うん、いいねいいね。だったら編成で黒瀬もらうわ。セクション、あ、倒しちゃった。まあいいわ、うっかり。まあ出陣で、次は最近村とに向けて出陣します。進め。下妻雷連脱走。調査壁 OK。本願寺も OK。 毛利も OK。 素晴らしい。編成ここら辺全部あげるわ。ここはいいわ。うんうん、備中高松もないか。技術で弓全くやってないな。速射砲とりあえずやろう。今更だけどイギリスやってねえよ。全くイギリスをやってなかった。これ島津も行ってるんだ。忙しいな。副人衆もいて。バラエティに富んでるの。あ、関白になっちゃった。関白になりました。関白です。まあまあ関白でも一気に官位上げまくってこいつらの能力上げよう。うん、山口館制圧できました。岡山も OK か。だったら韓国でおかけ滅びますね。敵部隊死んだな。壊滅しました。出陣で、次は薩摩忍者衆も協定結ぼう。しました。協定薩摩、薩摩忍者衆協定結びましょう。編成。おかけ滅ぼすことができました。おかけもおかけも OK で、最近港も OK。 さてさて、そしたら編成でもらうわ。目標輸送を次は最近港に変えましょう。で、輸送で、まあ、とりあえずね、芦野さん了解しました。移動で全員あげるわ。オッケー、行きましょう。船井館に向けて進入します。あと文庫水軍衆協定文庫、いろいろとそいつは面倒い。島津は2万9000、3万か。でも全然鉄砲ないんだ。
ね、鉄砲ないもんね。だったらここ取ったらその後行くか。下関オッケー。おもちゃかおもちゃやめてくれ。おもちゃと羊はやめてくれ。大内家って終わりません？おねか。だったら出陣で、出陣で、おじみなとに向けて出陣します。承知しました。45分ね。文豪 OK。ではでは出陣で、熊本城、竹中半兵衛、熊本大見城、後々の韓国にも使える。あとは、八代。承知しました。ところか。承知しました。赤座に行こう。任せはあれ。承知いたしました。承知しました。お任せください。そのあたりは、まあ、熊本だな。後々考えたら。オッケー、行こう。おじみなと制圧することができました。まあ十分ですね。出陣で次は橘山城に向けて出陣します。兵力はどこにある？5万4000ここら辺持っていきたいな。敵部隊、あとはこんなますちゃんと捉えたり。船屋方 OK か。行こう。出陣でちょっと北側が弱いか。左に。で韓国で大友あれ OK。 大友 OK なので OK。 いいね。あそきもある。早いな。河野家ってまだ生きてたっけ。河野どこだ。王子か王子か。分かりづらいな。君が当主になったのか。いや、そしたらそのまんま村中を行こう。兵力多いけど頑張ろう。兵糧いただいて、ってことはあとは島津に全力を尽くせばいい。あ、そっち行くんだ。おお、そうですか。あ、そっけ、滅ぼすことができました。8万ね。この曲 OK。 あとは編成。大友 OK。 敵が赤谷の手筋。そしたらあんたらそのまんま編成でもらうわ。そのまま行こう。承知いたしました。死んだわまあいいわ。悪いね。激戦捉えたり。もうちょっと輸送急いでほしいな。編成。大量人の数で圧倒していこう。次は出陣で武田信玄、大村城。ちょっとこれきついな。行こう。承知しました。OK です。八代城制圧することができました。皆さん移動で。そしたら熊本城に全員移動しましょう。で韓国で多分終わるでしょう。インド家、島津はまだか。まあ、大村あたり取れればいけると思う。切らせていただいてインド家終わりました。佐渡原 OK。 編成佐渡原。あんたらその以外のメンツは油酢で出陣で、まあ、組んで行こう。気持ちきい。で編成で任せます。泉もあるのか。だったらいいや。編あいや輸送で。まあ多分出してくれるよね。
出しそうもない。やる気ない。編成八代もらうか。ではでは出陣で。メンツは悪くないな。泉城に向けて出陣します。承知いたしました。行こう。まあ、光秀一人でも大丈夫だと思う。いくね、いいねいいね。韓国はぼちぼち。川上家、オッケー。川上家ね。島津じゃないのか。内側捕獲してんのか。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あー、坊主いらん。いや悪くないな。いらん。オッケーです。ということで南部家、尾張統一、無事に天下統一、達成することができました。時間にして1時間50分ということで、まあ2時間切りを目標としていたので、タイムに関しては非常に満足しています。南部春政、カンパクとしてって絶対無理でしょ。まあいいんですけど。序盤を軽く振り返っていきますと、まあ、まずは、まあ、柴家を軽く制圧して、でその後ね、伊達家も、まあ、向こうが山形城に援軍に行っている間に、まあ、攻撃することができて、で伊達家を取って、まあ、かなり内政とかも落ち着いたかなっていう印象でした。であとは結構坊主が来てくれて、足軽適正上昇の家宝を持ってきてくれたので、その点も大きかったです。あとは長尾と結構、うん、訂正も結べたのが、それも良かったな。あとはなんといっても岩槻城大竹が武田に対して粘ってくれたので、そこで武田家が全然領土拡大ができなかった、うん、それが大きかったかなと思います。ということで南部家尾張統一、この辺りで終わりにしていきたいと思います。で今後も RTA 動画に限らずたくさん動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。